ハックニュースさん、卑弥呼さんたちが渡瀬遊水地で欧米財団の支部長と交戦中です。すぐに行ってください。何？分かった、すぐ行く。お前は前、セバスチャン。だがお前は確か古城とはいいものだ。お前、本当にセバスチャンなのか。欧米財団新大臣レオナルディ。レオナルディ、パワーはやや劣るが、凶暴性はセバスチャン以上か。卑弥呼。地球毒蜂、地球雷。二人とも助かったよ。達也、行くよ。鬼ごっこはもうおしまいか。ビリビリはもうごめんだよ。一人ずつではたわいもない奴らよ。聞けばお前たちは国吉と散々争ったそうだが、お前をやれば国吉から礼を言ってもらえるかもな。国吉さん、無料工事国吉、貴様には関係ないはずだが。早く逃げろ。待て。地球内部爆発か。だがそれは私には効かんはずだが。二度目の内部爆発だと。
せいか、いつもより奴の動きが悪い。そうか、あの傷、卑弥呼の地球毒鉢か。この傷で2発目の地球内部爆発はきついな。さらばだ。手負いか。ならばこれ以上の追撃はできないな。立てるか。怪我をしているようだが大丈夫か。私の体は毒に侵されもう長くはない。ならお前は最後に何を願う。私が認めた男との決着だ。希望ヶ浜の埋め立て地で待つ。時間ぐらい言っとけよバカ。時間が分かんねえからよ。行くか。レオナルディ。待て。無料工事国吉。待ちきれないというわけか。レオナルディ地球大爆発百爆連打、地球大爆発レオ、重力こもれ見返しトトト返しト。
青梅財団四十八式アシラバリ。貴様何を。もう時間か。できればお前と語り合いたかったが。青梅財団の虚勢が落ちたか。国吉さん、こっち行き止まり。